さあということで今回は、日本シャフト栗原さんにちょっとシャフトのお話聞いてみたいと思うんですが、はい、ダース何聞きましょう。今回は、まあ、結構割と気になる飛ばせるシャフト。あ、来た。いいテーマだね。あ、そうですか。もうね、今まさに旬ですよ。あ、はい、旬なお話があります。それはキューピーさんにとって旬ですか。もうめちゃめちゃ旬です。俺が今まで言い続けてきた、うん、この飛ばせるシャフトとは何ぞやと、こういういいシャフトがあるよってずっとおすすめしてきた結果が今回出ました。お、はい、うん、私の使っているシャフトは何ですか。レジオフォーミュラー B… あ、違う、 M プラス。お、お、正解。最近レジオフォーミュラー M プラスを使ってツアー選手が活躍しているのを知ってますか。あ、そうなんですか。知りませんか。知らないです。それもすごい人ですよ。日本ですか、アメリカですか。日本です。日本、最近勝ちました。あ、去年は勝ちまくったですけど、うん、今年まだ勝ってないですね。ただトップ10ずっと入ってるんじゃないかな。今平選手、女子です。女子日本ゴルフ界で初の快挙を成し遂げた人ですね、うん、もういいですか言って。はい、はい、稲見萌寧選手です。ああ、稲見萌寧ですか。僕逆考えてました。シルバーメダリスト。あ、そうですよ。が、レジオフォーミュラ M プラスも使ってる使ってるらしいんですよ。そうなんです、ね、はい、俺は常々 ね、みんなに言われて、もう M プラスが人気がないと。一番ね、あったでしょ、私の愛すべき M プラスってコーナーもあったでしょ、ね、うん、確か4位でしたよね。まあ第4位でございますね。はい、だから俺は飛ばせるからいいシャフトをずっと言い続けて、やっぱね、やっぱり稲見さん分かるんだな、そういうの。うん、まあ嗅覚あるよね。きっとね、俺の動画見たと思う、きっと。あ、それはそうかな。いや、多分ね、俺の動画が結構貢献してる部分が大きいんじゃないかなと思う。あ、そうですね。あの M プラス、はい、あれは飛ばせるシャフトですよね。まあ一般的に飛ばせるシャフトの部類には入ってくると思います、うんうん、はい、あれが飛ぶ理由は何でしょう。まずですね、うん、先端が動いてくれるっていうところが初速アップに貢献してくれるっていうところ、うんうんうん、で、あとはシャフトの真ん中の部分に、うんうん、剛性感、硬さを持たせているので、うん、よりその先端のしなり感というのは強調されて、いわゆる高打ち出し低スピンというあのシャフト挙動が作りやすいというところですね。 あのね、そうなんですよ、うん、あの俺飛ばせるシャフトって、うん、まずね、うん、第一条件はやっぱり芯に当てやすいっていうのが、うん、やっぱり条件に入ってくると思うんですよ、はい、その時に、うん、あの一番その芯に当てづらくなる挙動って、うん、トーダウン、そうですね、いわゆるシャフトがこう遠心力によってこうヘッドが下がる動きね、はい、し縦にしなくて、うん、この動きが出るとやっぱ当てづらくなるんですが、うん、あの M プラスは中間硬いからトーダウンが少ないですね、はい、かつ、うん、先端がこう動くんで、うん、ボール捕まえてくれる動きが出る、はい、ね、うん、だから飛ぶんですよ、ね、これはやっぱもうああいうね、こうなんていうのかな、こう感じ合えるんだよね、こうトップオブトップのレベルで話していくとね、やっぱね、こう M プラスでこう繋がってしちゃう、繋がっちゃうんだな、これな、しょうがない、どうしようもない、ね、じゃあそうなると TV さん今年結構あの結果残さないといけない、うん、っていう話になってきますよね。ちょうど、まあ、この収録の2日後に、うん、ジョイックスオープンっていう、うん、兵庫の試合があるんですけど、それの予選会にまず予選会から、私はね予選会からなんだけど、うん、行って、まあ、まず結果分かる、結果出してきます。その予選会に勝ったら何が、うん、本戦に出れます。本戦はだってすごいツアープレーいっぱい来るんですよ。あ、じゃあツアー選手になれるってことですか。まあ、あのツアー選手のような気分になれる。ツアー選手って、はい、飛ばせるシャフトっていうと、はい、ちょっと今男子は少し感じが違いますよね。そうですね、一般に言われるその先が動くっていうものよりは先が比較的固めで手元側がしなるシャフトが飛ばせるよっていう選手も多いですね、うんうんうん、
その何ですかね、この見解の違いって何ですかね、うん、やっぱ安定感っていうものと、あとはそのボールをこう弾いて飛ばして、やっぱり今あのボールスピードゲームなんて言われるように、いかに初速を出していくかっていうことにこう重点を置いてる、プレイヤーが多くて、そうなると1点でこう弾くよりもできるだけ長い塊でこうボールを押していってあげた方が初速も出しやすいし、でなおかつその求められる安定性も保ちやすいっていうところで、なんかね、手元しなりっていうと、もうとにかく曲げないで、飛距離よりも方向性っていうようなイメージを持たれがちなんですけど、あとはなんだろう、スイングの傾向が変わってきてるっていうのもあるんですかね。お、例えば、例えばこうよくなんだろう、こうワンピースっていうんですかね、こう、あまりこうリスト使わないで、とにかくこう回転スピードを上げて、あのボールにアタックしていくっていうような、スイングがこう主流になりつつあるような気がしていて、それをやっぱりその上で、ボールスピードを稼ごうと思うと、できるだけこの当てる硬い部分っていうのが長い方がブレなく、こうバコーンってこういけるっていうようなイメージを作りやすいのかなっていう、まあ、御社でいうと MB プラスみたいなことですかね、そうですね、動きで言うとね、まあ、なるほど、面白いですね。だからどっちかというとその回転させるヘッドのスピード自体をこう上げていく、はい、M プラスみたいな動き方のボールスピードを上げるっていう言い方もあれば、はい、質量でこうぐーっと押してる時間長くして、はい、こう、ボールスピードを稼いで競り上がり止めてボーンと前飛ばすっていうやり方と、まあ、二極化してるってことですね。そうですね。なんか一般のアマチュアの方って俺どうなんだろうって考えたときに、なんか判断させられるような基準って何かありますか？これまあ簡単なようで難しいんですけど、やっぱスイングタイプで、ただやっぱ一般の方が一発の飛距離っていうところを求めようと思うと、 M プラスみたいなシャフトがやっぱりこう扱いやすいと思いますし、で MB プラスみたいなシャフトでこういう、こう質量を持ってっていうのは難しいんですけど、レジオフォーミュラーには B プラスっていうのがあるんですよね。あ、そういうことですね。先が硬くて、で先の硬さでいうと MB プラスより硬くて、で真ん中が大きくしなってくれる B プラスっていうのがあるので、それは割とこういうインパクトイメージをアマチュアの方もこうイメージしていただきやすいシャフト特性になっているので、その辺をうまくこう指導していただいたりとか、あとはスイングイメージとか、そういうので使い分けていただくのがいいと思います。僕フィッティングしてるとね、なんか手を使ってしまうから、はい、使わないように手元柔らかくて先端硬いようなシャフトでこうやって押さえて打つっていうのをすると大抵失敗するんですよ。まあね、使っちゃうんだったら使っちゃった方がいいんですよ。ほんなら使う人は M プラスの方がいいのね。そうです。だから俺やっぱ使うから、こうやって。たらやっぱそういうのがあって、逆に本当にここのインパクトゾーンを割とこうスーッとこう手首使わないで押していくタイプの人の方が、やっぱりMB プラスみたいな先端硬くて手元柔らかいシャフトの方が合うっていうのはあるんで、なんかその皆さんの判断基準としては、やっぱインパクト手こねちゃうなっていう人は割と先が柔らかいシャフト、あんまりまあ体でちょっと打ちたいなっていうふうに思ってる人は MB プラスみたいな先端硬いシャフトでなんか合わせてあげると、より飛ばせるね、シャフトになるかと思うので、ね、はい、その辺合ってますか？はい、合ってます、はい、というような選び方をしていただけると、よりゴルフが楽しくなるんじゃないでしょうか。はい、はい、と思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。